反対アザ、反対アザ、反対字、または、正対アザ、正体字、は、中国語において、系統的な簡略化を経ていない比較が多い漢字の、字体を指す。特に、中華人民共和国の一連の、文字改革政策による、艦隊アザ、反対アザとの対比によりこう呼ぶ。現在では主に、台湾のほか、中華人民共和国の特別行政区である香港。 マカオで使用され、中華圏外の歌人コミュニティでも見られる。日本で言う、旧事態に、近いが同じではない。事態や幼児法は地域ごとに異なる点が見られ、1980年代以降、それ以前に、活字でよく見られた事態よりも、筆者体に近づいたものが規範とされる。反対人による、中国語の表記体系を中国語で、日本では、反対アア中国語。 伝統的中国語、英語からの直訳などと呼ぶ、文字、表記体系とも、しげてえ、せいてえと略称されることがある。英語では、一般的に、反対字を、表記体系をと呼ぶ、漢字圏にも、伝統字という呼び方がある。中国語で、せいてえは、文字の標準自体を指す。台湾を中心に、漢体字に対する従来の字体を、反対あざと呼ぶのは、 誤りで、正体あざという名称こそが正確であるとする主張がある。その代表的な論者として、中華民国総統を務めた馬英九が知られる。馬は、台北市長だった2004年に講演で、反対あざの故障は、漢字簡化が進められた際に、中国大陸で使われ、反に通じるマイナスの評価は暗に伴う、不合理で誤ったものであると述べ、正体あざと呼ぶべき理由として、 古くから伝わる、政党の文字であることと、艦隊アザ、俗字、異体字との対比を挙げた。こういった主張を背景に、特に台湾で行われるものを指して、聖帝アザ、聖帝中文と呼ぶことがある。中華民国教育部は、同部が定めた規範による文字を、聖帝アザのほか、で、標準字と呼び、中国大陸における、茂帝アザと区別している。反対字と、 反体字の関係は日本の漢字における明治以来行われてきた活字の事態、旧字体と東洋漢字以後の現代の通用事態、新事態との関係にほぼ相当する。ただし日本でいう旧字体とは異なり、反対字は台湾や香港などでは現在も標準的な事態として一般的に使われている。個別の字で見ると反対字は旧字体と字体を 同じくしているものがある。異なるものもある。現行の規範や習慣に沿った反対アザ書体は日本で明治以来行われてきた活字のものとは字体やデザイン面など異なる点が多い。中国大陸における関体字と異なり、反対アザ県では漢字の字体に対する強制力を伴う厳密な規範がない状態が長期にわたって継続してきた。地域ごとの習慣。 言語政策の違いにより、個々の字の字体に相違が見られる。現行の規範による字体は、初等教育の教科書などに使われる。それ以外の民間における、実際の印刷書体やコンピュータにおけるフォントは、必ずしも、各地の規範通りの字体を採用しているとは限らない。台湾と香港は、共に、反対アザ県であるとはいえ、交互ほどではないものの漢字の用法や字体に、 違いが見られる。香港では、とを書き分けるが、台湾では一般に、区別せず、と書く。逆に台湾では、とを書き分けるが、香港では、一律に、と書く。台湾では、が、規範とされるが、香港では、である。この他に、活字のデザイン査定度とも言える、細かな違いもある。一般的に、反対字にも、反対字と同様の、真字形と、 通称される印刷標準自体が適用されるため、結果として台湾、香港のものとは時体が異なることがある。例えば、は、大陸では、である。反対アザ中国語フォントはビッグ語、ビッグ語から1984を基本文字セットとしてきた。日本で市販される中国語パッケージフォントはビッグ語から1984の範囲にとどまる。 場合が多い。香港などでは、フォントメーカーが、独自の拡張を施した製品を販売した。ユニコードの浸透とともに、ビッグをもとして、CJK 統合漢字をカバーするものや、HKSCS やビッグ5拡張規格に対応した、ものもオペレティングシステムのパッケージやアップデート、拡張機能、市販品などを通じて普及している。一方、簡単やザ中国語フォントも準拠する。 文字 Z が g b k ギガバト一1 8 0 3 0と拡張を重ねたことにより反対字をカバーするようになった。中国の国家規格には字体についても規定したものがあり、艦隊アザフォントはビットマップフォントとギガバ二千2 3 1 2しかなかった時代から中国大陸の字体規範に沿ってデザインされている。 ギガバイト18,030対応フォントも規格に適合することが求められ、収録されている反対時の大部分は新時系に沿ったデザインになっている、新時系のが別に含まれているといった分には適用されない。台湾、香港の両政府とも時代に関する規範に準拠することを積極的に求めることがなかったため、ビッグ5系のフォントが 基範に完全に適合することは稀であった。とはいえ、日本で明治以来行われてきた活字の事態よりも台湾、香港の基範に近いことが多い。マイクロソフト、ウィンドウズにおいて、ビスタ以降の標準フォントが国字標準事態に準拠したことを恥じ、特に台湾の事態基範に適合したフォントの普及に向けた動きが見られる。台湾、香港における標準事態。 中国大陸における新字型による反対アザ、反対字のほか、韓国における漢字、日本の旧字体、新字体も参考のために掲げた。日本語では東洋漢字以前、必ずしも標準字体が定まっていたわけではない。ここでは日本語において、特に東洋漢字実施以降使われることが稀な漢字について、日本語フォントに見られる字体を便宜上新字体として、 扱っている。使用ウェブブラウザの使用やインストール、設定されているフォントなどといった閲覧条件により、正確な事態が再現されない場合がある。香港の標準事態に準拠したフォントは、インストールされていない場合がある。このため、ISO-IEC1646 ユニコードで、符号位置が区別される音、ン、群、守るなど一部を除き、 台湾の事態との区別ができないことがある。台湾の標準事態によるフォントも必ずしもインストールされているとは限らず、インストールされていたとして、ブラウザで適切に表示されるように設定れているとも限らない。フォントについての詳細は、国字標準事態、香港造法技不修などの項目を参照。表のの部分は、香港の標準事態が台湾の標準事態との間に相違点が、 基本的にないことを示す。以下の世界人権宣言第一条の表示例が一致すれば、台湾欄の漢字は台湾の規範に沿った表示となっている。独立以来ハングル専用政策が取られた韓国では、漢字の簡略化は公式には行われていない。このことから、朝鮮漢字、朝鮮語で漢字を反対アザと呼ぶことがある。ケンラーナチョ 週刊間腰情報処理、小松明、坂西克美役、オライリージャパン、2002年は110ページで、KSX1001、1992に規定されている漢字は、反対字と考えられると述べていほか、共同通信社編著、記者ハンドブック、共同通信社第6版、1990年、578ページ、以降第11版、2008年、 714ページまでのように日本で東洋漢字語一般的には使われなくなった字体と同様の字体のものを反対あざと呼んだ例もある。ただし本校で扱う中国語における反対時の規範とは用字法や字体に違いがある。字体については後期字天体を基本としており中国語の現行規範よりも日本の旧字体に近い。 中華人民共和国統治下の中国大陸では、1955年以降、文字改革政策の柱として、漢字の漢化を進め、漢体字を、規範漢字としている。例えば、天安門の毛沢東の肖像画の両側に、建国当初掲げられた有名な、の文字は1964年に、となった。2000年成立、2001年施行の、において、漢体字及び、 遺体児の使用が認められるのは、文物戸籍、生命中の遺体あざ、書道、天国などの芸術作品、記号大事、看板の手書き文字、出版、教育、研究上必要な場合、国務院の関係部門が認めた特別な場合に限定されている。1 9八十年、漢字の長所を科学的に見直すとする漢字現代化研究会が北京で発足し、数年後、 北京国際漢字研究会と解消した。メンバーに佳境が多く、漢字を遅れたものとみなす、漢字落語論を基調とする従来の文字改革の流れに批判的な立場を取った。研究会は漢字文化史を発行し、手書きは、漢字で良いが、印刷は視人性に優れた、反対字により行うのが良いとする、色季茂移し感を主張した。 これにより文字改革に肯定的な学者らとの論争が起こった。2007年11月、中国の北京で開かれた第8回国際漢字会議で台湾、香港、マカオの反対時を中心として一部の未反対時を認め、5000から6000時の時代を統一した標準アザを定めていくことで中国、台湾、日本、韓国などが合意したと報じられた。ただし、 中華人民共和国教育部、教育省は、そのような事実はないと否定しているとも報道された。2009年3月3日、中国人民政治協商会議全国委員会の藩、ケイリン委員が、反対時は、中国の伝統文化の継承を妨げるとして、反対時に、段階的に戻すよう提案を行っている。2009年6月19日、 台湾の場永久相当は中国にもっと反対時を使用してほしいとする異例の提案を行っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。